じゃあやっていきますが、なんだろう、強くなりすぎでは敵が。迷いと裁きのやつ、次は迷いの森か。いや、裁きは強かったな。相手の動きを封じる系はいろんな手段持ってた方がいいですね。24回数だったでしょ。あ、22、ちょっと安らいだ。でもあんまり変わんないよね。1回ならまあ撤退が効くから。ストーンスライムたちが現れた。これちょっと一旦ガンガン行こうぜで倒せるかどうか見よう。身構えている。あ、どくなった。空高く飛び上がった。ベギーラマ、なんか空高く飛び上がったわね。4しか効かねえ。あ、いいね、倒した。いい方。27ぐらいだったらまだ大丈夫か。なんか普通強攻撃かなんか当たんなかったんだよね。でも普通に呪文は当たってた。あれかな、裁きの部屋の方がもしかして強いかな。そう、一回、まだ1フロア目は撤退が効くから、撤退が効くというよりもどこでも撤退効くんだけど、あの精神的ダメージが来ないから、序盤だからまだ。宝箱開けるけど、あんまり深くいっちゃうとまたミミッキと遭遇した時のダメージが辛いので。 OK。 右の部屋の方がやっぱ強いのかな。なんかね、そんな気はしてるんですよね。嘘でしょ、そこでミミックがあんの。それやられちゃうとさ、俺困るんだけど。そしたらちょっと命令させるよりか。これさ、ラリフォーまで寝たらさ、あ、寝たない。あ、じゃあ別にミミック怖がんなくてもいいか、これもしかして。100入ったな。ラリフォーマ効くんだったら、あ、眠らなかった。まずい。で、今回ちょっとお金なくて、世界中の歯が買えなかったんですよね。ひー、ザラキはずるいって。ダメだ、やっぱ怖いわ。ゴレム死んだか死んだら終わるんだよね。よし、唯一の利点は、ここは、セーブが効く。あ、ねえ、これがね、よくあんだよ。下押そうと思うとね、右行っちゃうんだよ。かあ。まあいいや、セーブできたからよしとしましょう。やっぱり宝箱は怖いね。ザラキっていう、なんで全体技なんだろうね。で、しかも結構な確率で食らうんだよな。なんか耐性をつければなんか効かなくなるらしいんだけど。うん。やっぱり右の部屋の方が強いのかもな。あ、でも攻撃力高いな。もらえる経験値的にもね、そんな気はしてんだよね。どうする、開ける、開けるか。アーモールだ。薬草売ったんだっけな俺。そう、キラーマシンもそんなに HP が実は高くないから。いやー、毒の沼地で地味に削られていく。で、まあ2ずつだからいいけど。テールイーター、作戦出すやつだ。いいね、いいね。あー、2発ぐらいでこうやってね、いい感じに倒せると気が楽だわ。ボールさん、いいね、いいね。972、やっぱ経験値的にもそうなんだな。右の方が強いんだな。そしたら次から左から行こう。次からってももう多分そんなにないと思うんだけどさ。もうそろそろ開けるのやめるわ。ストーンスライム、ギズム。お、爆裂剣打つか。おお、それは強いや。もっと早くに打っていいんだぜ。アモールの水があったよね。あ、薬草もあんじゃん。じゃあ薬草も使おう。なんかちょっと回復したいときに地味に薬草もらえるのは助かっている。
これどっちから行くかなんだよな。あ、こっち側で、こっから回れるか。おお、氷か、ギズモさんは。でもなんかあれだよね、逆のやつもいたよね。サボテンゴリラと通常攻撃はやっぱり当たんないのか。呪文とか一気系は当たるんだね。皆さん次レベルどれぐらいで上がります？ 15,000、24,389。 レベル30ぐらいまでなってくるとね、上がんねえんだよね。20後半ぐらいから全然上がらなくなってきたんだよね。あの、この並びは初めて見るな。あ、世界一の雫。毒消し草はいいや。アモールの水、アモールの水の方が使うから、毒消し草、世界一の雫、骨付き肉。いいね、 HP 回復は割と万全。あの配置は初めて見ましたね。いつも詰まってる系しかなかったからさ。112、ゴレムスの攻撃力の高さよ。下に下りね。ボタンを押すのも慎重にいかないとずれるからな。どっちから行くべきか。まだ上か。でも左上っつってもここら辺まで行くと、ここまで来ると横だったりするから、本当に自分がいる位置っぽいんだよね。マップ的な意味じゃないんだよね。おお、宝箱めっちゃあんな。あ、待って、あのさっきここでもミミックが発生するっていうパターンが、このパターンはないんだっけ。さっきどのパターンだったっけ、縦に並んでるパターンだったっけ。世界中の歯欲しい。だからちょっと今なんかないかなと思って、世界中の歯これがあるとだいぶ違う。燻製肉、あとエルフの飲み薬ないかな。腐った肉、月桂樹。なんか肉ってさ、一回あげたモンスターってさ、次からそれ以上の肉をあげないとダメでさ、燻製肉、ん？霜降りが一番上でさ、霜降り肉を1個あげて仲間にしちゃったら次から2個あげなきゃいけないっていう、そういうシステムだったらしいですね。だから一時期さ、仲間になくてずっと1個しかあげてなくて、ずっとさ、あの単純にあの仲間になりやすさが上がると思ってたんだけどさ、でずっとなんだっけ、ドラゴンキッズかなんかを探してて仲間になんなくて、で調べたら、その当時に使った肉以上の品質で数も上げなきゃ、シルバーデビューだ、数もなんか増やさないといけないっていう仕様を知らなかったからさ、 1,2 時間それで無駄にしたんだよね。マジか。だから覚えてないといけないよね。だから今あんまり肉を使わない。大声で叫ぶ、 OK、 連続攻撃に近いからね。でも仲間を呼ぶだから自分、そのパターンか。あ、これあれか、動く床パターンか。あ、違うね、ただの迷路だ。で迷いのさ、森は固定だったね。あれその都度ランダムで変わってんのかなと思ったんだけど、道はちゃんと決まってたから。ダックカイトはあれだ、バリア床に変えてさ。だからあれもう道覚えたのでしばらく大丈夫ですね。またあの撮影が 1,2 ヶ月空いちゃったとかあったら多分忘れるんだろうけど。
ミホさん HP がちょっとないな。ただこれは見れないのか。マップが機能していないから、なるべく。でもこのパターンって多分次からも同じ配置になると思うんだよね。あ、でもあれかな、旅の扉のあれの位置は変わるかな。あ、びっくりした、不思議な踊りか。あ、よかったよかった、あった。これで半分ぐらい来た。あ、16結構来てたな。うん、ここの方が気持ち楽だわ。全然さっきのあそこ先行ったのは間違いだった。でもある意味当たりか、あそこを乗り越えてるから気持ちがだいぶ違う。だって時間だって全然かかってないと思うよ。あれ前回40分ぐらいかかってましたからね。ちょっとカットは入れてるから35、6分ぐらいになってるかもしれないけど、今回回想が長いだけでバトル自体もそんなに長引いてないから。あとボスだね。大きく息を吸い込んだってなんだっけな、息系が強くなるんだっけな。でも炎は結構効いたから、あ、くそ、一体残ってんな。 OK、 ギズモ。これの横だって。マジで。こういう時は面倒くさいのでルーラーを使いましょう。なんか回れなかったよね。かなり遠回りしないといけないと思うから、もう即ルーラー。左下。ひー。オッケー。もう宝箱に入れないで中身だけ置いといてほしいわ。杖。お、ルーラーが補充された。いい宝箱が誘っている。なんだっけな、あのね、他国マスターの出現条件でなんだっけな、アイテムを全部拾うとなんかの職業が出て、あとなんだっけ、歩数だか滞在だか忘れちゃったけど、それによって出てくるやつが、多分それで出てきたのが多分女戦士だったと思うんだけど、あれが多分その階層にどれぐらいいるかって言われるってような気がする。でも僧侶はアイテムを全部確認するだか拾うかとかだったような気がしたんだけどな。どうだったっけな、何個以上とかだったっけ。でもすぐ出てきたのいたよね。でね、なんだっけな、こっちの倒した後にこっちの仲間の能力を上げてくれるっていうやつがいてさ、あれが1回だけ遭遇したぐらいかな。ちょっとバリア床がめんどくさいから、さっき手に入れたルーラーもう早速使っちゃおうぜ。どうせ次もボスでしょ。わお、あー、これあれだったね、クソめんどくさかったね。正解だわ。あ、もう一回下げました。バリアが19だったでしょ。ウィンドマーチ。呪いの言葉。呪いってなんだ。フバーハ。呪いってなんだ。呪いってなんだ。ただなんか残る気がしたから。呪いの回復ってなかったっけ。マヒアの無理。え、あれ、ここで呪い食らったのはまずいのでは。呪い、呪いあるね。どうするべきか。これゴレムスかな。マジか、呪いを解除するあれがない。ちょっと呪いが今のとこどうなってるか分かんないんだけど、ちょっと行くしかないか。死ぬとかな、死ぬとかかな、なんだこりゃ。
迷いだ。行ってないとこあったかな。これ繋がってる？右が右に出て、上はこれただそのまんまあれか？出てるだけでしょ？これ正しい順番に行かなきゃいけないのかな？あの旅の扉に入ってさ、戻るのがすげえ嫌なんだけど。ただこれどこ入ってどこ入ってっていうのはさ、正解してるのかどうかがわからないからさ、入ってみるか。多分入れないと思う。あ、入れちゃった。え、帰ってきちゃった。え、待って待って待って、これでよかった？絶対良くないでしょ。はい、到着しました。こんなんわからんちんって。さすがに調べました。あー、道中の宝箱部屋がさ、なんかミミック部屋みたいなのがあって、1個だけ世界中の歯があったら全部ミミックってすげえところがありました。とりあえずセーブできるから、セーブ1回1回セーブしてちゃんと全部借り尽くしてきました。いい経験値でした。行きましょう。めいめいよ、ここまでこれだな。そんどりか認めてやろう。しかしここがお前の行き止まりだ。こっから先は一歩通行だぜ。ダークホーン、寝るかラリフォーマ、命令させろ。爆裂剣命令させろ。一応両方やっとく。あ、待って、爆裂剣が結構効く。素晴らしい。200入り。眠れなかった、釣られなかった、マジか。そしたらもう一回ぐらい試そうか。あ、眠ね、見かけ。爆裂剣こんだけ殴れば起きそうだけどな。目を覚ました。101。寝るのが分かったので寝るを使い、そして大声で叫ぼう。なんかさっきすんげえ声したんでね、来れば多分めっちゃやってくれるんだと思う。ラリフォーマだけど大声で仲間呼ぶ。2、3、4、5、6、7、8、9、8回攻撃だけど1回待たなかったな。そんなことがあるんですね。命中率が悪いんかな。やっぱ起きるか。届かなかった。ちょっと大声で叫ぼう、試したい。いいね、寝るんだったら違うね。爆裂剣、おめでとう。ダメージを与えられないってことはもうあれかな、攻撃力が足りないとかそういうあれなのかな。肉あげてみようぜ。どっちが上だと思います？骨付き肉と燻製肉。俺骨付き肉の方が下だと思うから骨付き肉あげる。なんかね、肉あげないと仲間にならないボスみたいなのもいるらしいんだよね。多分この感じだと結構余裕で勝てそうな気がするから。ひぃ、ごめんなさい。まあ、こういう普通にこういうすればいいか。HP が高いもんな。普通に攻撃の方が効くかもしれん。ベホーマいいね。あ、でもそろそろ MP が足りないか。ラリフォーマってあともう一回ぐらいしか打てないんじゃない？あ、5か。5?7 じゃなかったっけ？今7だった MP。やったー。7026。いいねー。マヒャド。
あ、仲間何年か。こんなに強いマスターがいてダメ。あそこの人形そっくりかな。へへへ。手聞こえてるか、それじゃ帰れよ。ああいうのって取れんのかな。なんかどっかにもあったんだよね。初めの方か。あの迷路に迷わず倒してもらえるとは。今文明の力というものがあります。そなたの賢さ、ジゴスカ、スカ、かんだ、スパーク並みだな。あまり無理はせぬようにな。人々と交流を深めるのも言うことだぞ。じゃあ私は忙しいのでこれで失礼する。人々と交流を深めるってか、多分これ、また大幅に、レベル上げ、レベル上げってここからきついような気がするんだけどな。ちょっと探索してたな。まあ、頑張って強化していきたいなと思います。では、お疲れ様です。さよなら。